こんにちは。ラブリータウンイコマの時間です。この番組は毎月1日と15日の2回更新して、さまざまな情報をお届けしている生駒市の広報番組です。今回は9月21日に行われた秋の交通安全市民運動出発式の模様と、9月24日に行われた中高校生による交通安全キャンペーンの様子、そして9月29日に行われたリニア新駅を生駒へシンポジウムの様子をお送りします。さらに生駒テクテクウォークでは、生駒市観光ボランティアガイドの会の皆さんと一緒に歩きながら、生駒市のいいところや見どころをご紹介していきます。どうぞお楽しみに。では初めの話題です。9月21日生駒駅前アントレ広場で、秋の交通安全市民運動の出発式が行われました。生駒市交通対策協議会会長の山下市長の挨拶に続き、 EO 生駒警察署長中谷市議会議長が、生駒市から交通事故をなくし、安心安全な街づくりを実現させましょうと参加者を激励し、会場に参加した9団体およそ100人も決意を新たにしました。そして9月24日上町西村橋交差点では、県立奈良北高校と上中学校の生徒合同で交通安全キャンペーンが行われました。秋の交通安全週間なんですけど、ちょっとこういうの作らせてもらったので、安全運転お願いします。付近を通行する車両に奈良北高校家庭クラブ生徒手作りのマスコットを配布し、全席シートベルトの着用や飲酒運転根絶などを呼びかけました。ありがとうございます。生駒市の街に交通事故がなくなるように、そういう思いでありました。マスコットとか渡してみんな笑顔で受け取ってくれて、本当嬉しかったです。地道にこう注意を呼びかけることによって、事故が減ってくれたらいいなと思います。渡したらすごい喜んでくれてはるのが伝わって、すごい嬉しかったですね。みんな安全運転で事故ないようにして運転していただけたらと思います。期間中、この他にも高齢者の交通事故防止を呼びかける催しなど、交通安全を市民に広く呼びかける啓発活動が行われました。では続いての話題です。9月29日北コミュニティセンターイスタ羽ばたきで、2045年開業予定のリニア中央新幹線リニア奈良駅を生駒市に誘致しようと、リニア新駅を生駒へシンポジウムが開かれました。基調講演では近畿大学名誉教授斉藤隆彦さんが、新駅を誘致する上で重要な条件や取り組むべきことなどを話されました。続いてリニア奈良駅を関西の発展にどうつなげるかをテーマに、山下市長をはじめ3人のパネラーによるパネルディスカッションが行われました。新駅設置が決まった神奈川県相模原市の事例紹介の後、新駅設置による波及効果や関西の東の玄関口としてのリニア奈良駅がどうあるべきかなどを討論しました。そういった観点から、どういう形で既存の鉄道とのアクセスが考えられるかと。シンポジウム終了後、生駒市高山地区へのリニア新駅誘致を関係機関に働きかけていく生駒市リニア中央新幹線中間駅誘致推進協議会が発足。リニア中央新幹線東京大阪間の早期開業と新駅誘致に向け、官民一丸となって取り組むことを確認しました。
を生駒に、リニア新駅を生駒に、誘致するぞ誘致するぞ、頑張ろう頑張ろう。